どうも皆様、こんにちは。カイジです。どうしてよ、どうして。もう今月6480円しかないよ。今月も金がないや。今月始まったばっかりなのにどうしてそんなに金がないのかって愚問だよ、愚問。支払うもん支払ったらそうなるんだよ。俺はよ、もうクズの人生ただ繰り返して死んでいくだけだ。そうだ。くそ、バチスロだ。3連チャンぐらいしてくれればだいぶ楽になるのにな。いや、1000円で当たってくれとは言わないよ。3000円ぐらいで当たってしばらく下皿もみもみして、その後ガッと一気に連チャンして行きたくなってきたな。6000円で勝てるわけないよな、この勝負。圧倒的に不利。ざわざわ。いや待て、ざわざわ。いい台がなかったら打たなきゃいいじゃないか。そうだ、店に行くだけなら別に何もリスクはない。この勝負圧倒的に俺が有利。店に行くぞ。俺はパチスロ打ちに。いい台がなかったら打たない。マジでいい台なかったら打たないから、マジでこの勝負俺の勝ちだ。行くわ。どうしてもこうしてもないよ。パチンコ屋に行っていい台がなかったら打たないで帰るとか、ほとんどの人間にはそんなこと無理なんで打つに決まってんだろうが、クソ、一瞬でやられたよ。クソ、どうして俺。ガズ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 だし。そういえば利根川から手紙来たか。なんだよこれ。あいつまたどうせギャンブルの誘いかなんかだろう。これ、ごきげんよう、カイジ君。4月が始まって早々だが、どうせ君のことだ。早速スカンピンなんだろう。そこで勝負をしようじゃないか。勝負はあっち向いてほいだ。カイジ君、君が勝てば5000円あげよう。しかし君が負けたら4月のフリープレイを先に購入するんだ。分かったね、カイジ君。逃げられんよ。なんだよこの勝負、規模が小さいな。今回は随分となんかもう何億とかかけてきたはずだろう今まで。なんで何千円かなんだよ。しかし今の俺には何千円かはすごく重要だ。そしてあっち向いてホイはすごく得意だ。子供の頃神童と言われた。この勝負圧倒的に俺の有利。やるぞ利根川、俺は5000円だか6000円だかを手に入れる。やるぞ。あっち向いてホイ。どうしてだよ、どうして。復活チャンス、もう一度。いいのかいいのかいいのか。あっち向いてほい。どうしてだよ、どうして、どうしてだよ、どうして。しかも今月の PS プラスのフリープレイではゾンビゲーがいっぱいだ。行ってみよう。この髪型なんかすごい おかしくない、なんか行ってみよう。もう完全に喉やられました。どうも改めまして、こんにちは、ゲージチャンネルです。というわけで今日の動画はですね、 PS プラスの4月のフリープレイが発表されましたので、フリープレイのタイトル、果たしてどんなゲームなのかっていうのを実際のプレイを交えながら紹介していこうかなと思っております。今回4月に発表されたフリープレイがこちらの3本。1つが Days Gone、もう1つがゾンビアーミーデッドウォー4、そして、オッドワールドソウルストームとなっております。いやこれね、ちなみにね、今月もかなり豪華でして、そもそもゾンビアーミー4、これ6480円なんですよ。そう、カイジのね、4月の所持金はこの値段だったんだよっていう話なんですけれども。で、Days Gone に関しては、PS5 を持ってる方は PS プラスコレクションで、まあ、獲得が可能なんですけれども、PS5 まだ持ってない方は、まあ、ここですでに獲得しておいてもいいかなと。まあ、PS5 でプレイすると 4K60fps だっけ確か、にアップグレードされてたりするので、まあ、それを待ってもいいかもしれませんけれどもね。そしてね、ソウルストームに関しては、これ昔ね、Aim@GoGo っていうゲームがあったんですけど、このゲームに関してはまだね、発売されてないゲーム で PS5 のみのゲームなんで、ちょっとね、今ね、今回ご紹介することはできないんですけれども、このゲームはね、横スクロールのゲームで、仲間たちを救出していって、救出した仲間を死なせないように、ギミックを乗り越えたり、敵の目をやりくりして、かいくぐっていったりとかっていう、そういうゲームとなっていて、結構難しいゲームとなってるんですよね。仲間助けるって、すげえたくさん最終的に助けて引き連れて歩くので、誰もね、死なさずに、無事に脱出するの結構難しかったりするんですけれども、非常に海外なんかでね、そう人気のゲームなんですが、まあ、こちらは4月6日になったら、登場するという形になっておりますね。なので今回は Days Gone とね、ゾンビアーミー4の方をやっていきたいと思います。ゾンビアーミー4からやろうか。
デイズゴーンに関してはね、私のゲーム実況のチャンネルの方でも、まあ、プレイ全部やっちゃってますし、ご存知の方も多いと思いますので、まずゾンビアーミー4からプレイして、その後デイズゴーンの、プレイを見ていきたいと思います。よかったらお付き合いください。さあ、ではまずゾンビアーミー4やっていきましょう。このゲームあれです、あのスナイパーエリート作ってってるところの会社だったはずなので、なのでスナイパーとかでバシュッと射抜くと気持ちいい演出が入ります。その辺も必見ですね。コーププレイでのゲームっていうところが結構見どころなんですけれども、今回はまあ簡単な紹介ということで、キャンペーンモードをね、一人でサラサラっとちょっとね、序盤やってみたいと思います。ゲームを始めるにあたって、あのキャラクターとか選べたりするんですけれども、結構豊富、好きなキャラクターをね選びながら衣装を変えたりとかもいろいろできますので、楽しみながらプレイができる。で、さらにスキルがあったり、今ね、最初なんでね、スキルまあ1個しかないんですけれども、2度目のチャンス、ダウンの時に敵を1体倒すと復活とか、そんなのがあったり、まあ、この辺はゲームプレイしながら、説明していこうかな。やっていきましょう。このようにね、TPS のゲームとなっているんですけれどもさ、ね、ちょっとチュートリアルをね、飛ばしてやっておりますので、さあ、なんか列車が来て、列車に、ああ、ゾンビが、あ、ゾンビ群がっちゃってる系で、あららららららら。で、この、列車からゾンビが、わらわら。あら、こいつら、こいつらを地獄に送り返してやりましょうっていう、そんな感じです。まあ、ちょっとスナイパーエリートなんでね、スナイパー系のやつからやっていこうか。こういうこともできるよね。ドーンみたいなね。ちょっとでも近すぎだな。あ、でもなんかわかんないけど、まとめて倒せたから、奥のやつをスナイパーでドーン。ドーン。あとね、こういうのショットもできます。ちょっとね、こう、スローにして。とかもできちゃったりしますよ、と。で、投げ物もあるよーってことで、投げ物なんかも投げていきましょうね。気持ちいい系のね、FPS ですよ。おい、気持ちいい。でね、ちょっとね、あれ出ないかな、演出。演出出てくんないかな。バシューンっていう演出が入ったとき気持ちいいんだわ。おー、気持ちいいね。いや、普通に打つだけでも気持ちいいんだけれどもね、と。さあ、さらにまた投げ物で、えいっ。でね、敵をね、10体以上連続でコンボで倒すと、テイクダウンできるようになるんですよ。テイクダウンすると、こういう風に演出で敵を倒して、なおかつ HP が回復するっていう感じですね。だから敵をたくさん倒していれば、まあ、敵にね、ダメージ食らわされても、ちょっと安心みたいな感じになっております。じゃあここにね、ちょっとね、地雷を設置しつつ、これ近すぎかこれ。イエーイ。ちょっと待って、俺も食らってね、それ。俺も食らってんじゃね？ちょっと HP 回復させたいから、敵をテイクダウンしたいなと思って、お前をテイクダウンするわ。じゃあ。いつの間にか近くにいるよね。下がりながらね。下がりながら。上から降ってきたね、今ね。それそれ。奥にもなんかいるね。それ撃って、爆発を誘発して、この野郎それこれスキルの近接攻撃、ちょっと特別な近接攻撃があったりもします。で、一応ね、敵が近くにいるとね、なんかね、そのうめき声のマーカーみたいなのが出るので、本当は分かる予定なんですけれども、まあ僕はちょっとね、まだゲームに慣れてないので、その辺が把握できず、いつの間にか敵が近くにいてギャッっていう感じですね。近い。あ、この辺はこれでやっていこうかな。おい、これで。あれ？できない。うん。近い。これ何も考えずに、ぶっ放しまくっていいゲームって、ちょっと魅力だよね。いや、魅力だと思うんだよね、そういうゲームって。おや、これは何ですか、このゾンビは。これ爆弾つけてるね。はい、あ、やべ、来る、俺の方にも来る。わかる、お約束。にしても随分と来てませんか、ゾンビ。随分来てませんか。ちょ、来すぎちゃいますの。ちょ、来すぎちゃいますの。あ、でもこのスーサイダー系はね、多分
周りのゾンビもまとめてもろとも言ってくれる臭いので、とは言うもののちょっとまだまだ足りてないね。スナイパー、あ、やばい、スナイパーやってる余裕ないぞ。スーサイダーが1匹来ている。さあ逃げながら逃げながら、囲まれちゃう囲まれちゃう。これはスナイパー頑張ってる場合じゃないね。いや、これでスナイパーでやつを仕留める。あ、いったいったいった、気持ちいい。あ、てかしかも当たりどころすっげえ悪かったけどね。全然なんかいい感じの場所に当たってなかった、すみません。頭に当たってあの演出とかあったら相当気持ちいいんだけど。おい、気持ちいい、やばいやばい、これ気持ちいい、すごいすごい。いや、これなんかサイコパスだと思わないで、ゾンビだから、ゾンビだから、ゾンビだから。そのゲーム業界がその銃を好きなだけぶっ放してもいいゲームって考えた時に、ゾンビなら大丈夫じゃねっていう、その行き着いた先だからね。あ、でセーフルームに入って、これでね1個のチャプターね完了っていう形になるかな。あ、チャプタークリアですね。まあこんな感じでね、やっていく、そんな感じのゲームとなっております。まあ非常に分かりやすい感じですよね。面白いです、面白いです。あ、操作ちょっと最初癖あるかもしれないですね、 FPS の、いや TPS か、 TPS のゲームとしてちょっとなんか若干癖強めなんで、エイムが苦手ならエイムアシストをちょっと強めに入れておくといいかもしれませんね。はい、デイズゴーンはオープンワールドでゾンビサバイバルみたいな感じなんですけれども、ストーリーも重厚ですし、大量のゾンビとね一人で立ち向かうっていうところも一つゲームの売りかもしれませんね。わっ、 60fps だわ、 60fps です。これちょっと PS5 の映像なんでね、 PS4 でやるよりもちょっとねグラフィック性能が上がってる可能性がありますっていうか、上がってます、ごめんなさい。熱が出てる、内臓をやられたのか、このままじゃやばい。大丈夫かさ、バカみたい、あんな小さな子に刺されるなんて、ひでえガキだ。おい、手を貸せ、よし、ゆっくりだ、また来るぞ、ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探すぞ。おい、助けてくれ、怪我をしてる。彼女どうしたんだ。あの怪物どもにやられたんじゃない、刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと、このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ、そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でも、ヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ、2人以上は無理だ。分かった、おい、手伝ってくれ。ほら、安心しろ、大丈夫だからな。捕まってすぐ戻ってくる。よし、ブーザー、早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ、あと二人しか乗れねえんだろ。ほら、さらっと行け、心配すんな。こんな傷へでもねえよな。そうだな。行き先は何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ、サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。後で返してくれ。乗るの？乗らない。リーガ、お前何やってんだ。
いいオープニングだよね。いいオープニングだよね。まだ暴れてるか。くそ。フリーカーまみれだ。うわ、いっぱいいるね、ゾンビ。このゲームはステルスとかもあったりするんだけれども、結構ね、アクション性も強かったりするんだよね。邪魔だ、どっか行け。あ、ここには巣があったりして、ゾンビの巣がある。まあ、フリーカーか、このゲームの中でいうところの。フリーカーの巣を燃やしたりしていくと、ゾンビがどんどん出てこなくなったりするとかっていう感じなんだけど、まあ、それは後々だね。本当は、車とかもね、いっぱい、なんかガサガソと、いじりながらやっていきたいんだけれども、こうやってね、気づいてないところで、ガスッとやっていけると。で、向かうべきは、まだこっちか。お、目的のもの、見つけたね。ポンプを見つけた。今からそっちに向かう。ちょっとブーザーが何かに襲われてますね。リッパーって果たして何でしょうかって、この段階ではちょっと分かんないんですけれども、急がなきゃって言ってんのに物資あさる俺。そうなっちゃうんだよね、このゲームね。それは仕方ない。サバイバルゲーム。ちょ、やべえやつらいいんだわ。死者に刻まれしシンボル、迷いし者。やべえやつらいね、やべえやつら。おい、こっちだ。ブーザーから離れろ。俺、かかってこいよ。援護を交代する。いいね。いや、まだだ。あいつ死んでね。あいつ多分死んでね。筋肉質だもんね。いや、まだ生きてんのかい。ブーザー、一人残らせぶっ殺してやる。ひでえな。くせえ。捕まれ。いいって。いや、無理だ。ほら、立て。クソリッパーがやるぞ。やつら、いきなり襲ってきやがる。とくそ。後ろ見ました、今。待ち伏せされてたみてえだ。よし。腕が。今は見るな。俺の腕が。いいから、そうなった。今は考えない。早く乗れ。あ、くそ。おお、すごい量です。一難去ってまた一難的な感じで、さてな感じで、オープンワールドの中でミッションがあって、でミッションもね、いくつにもたくさんにも複数に枝分かれしてるというか、派生していって、どのミッションからやっていくかとかっていうのはある程度ね、自分の自由にやっていけるような形になっていて、まあ、その中でメインミッションやサブミッションがあるっていう、まあオープンワールドの王道的なあり方になってたりします。地図なんかも非常に広く大きくありますよ。ね。まあ、行ったところがないところはもやがかかってたりしますし、ゾンビがいるっていうところにはこんな感じで、もちろんここをね、解放することもできますよ。巣を燃やすことで。まあ、そんな感じのね、まあ、ゾンビ世界をね、思いっきり味わいたいっていう場合、非常にいいオープンワールドゲームとなっています。スナイパーかよ、地上。地球。こちらエイダタッカーだ。ディーコン、聞こえるかい？おっ、ちょっと待って。今、俺気づいたんだけど、いや、やめろ。ちょ、この野郎。ふざけ。違う。今はそれいいんだよ、お前。ほい。おい。バイクがね、壊れちゃうんだよね。
エンジンの修理が必要だ。はい、修理。これはね、部品とかをその辺からちゃんとね、集めながら歩いていけば、まあ、いざこういうことが起きても大丈夫と。巣を一掃する。さあ、巣を一掃しましょう。巣の匂いだ。この近くにあるな。あ、あった。ありました。金になるな。火炎瓶でね、こう燃やしていきましょう。えいっ！そうすると、たくさん出てこーい！おい、出てきてる、出てきてる。バンバン。よいしょ。悪くない。リロードしねえと、いけるぞ。それ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 。それ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 。スローにすることもできるね。わ、いっぱい出てきたね。それそれ。それおい。せえな。あ、近いぞ。くせえなって言ってる。ここにあるわ、巣が。わあ、ありましたね。逃げ道も確保しておかないと。燃やすと、この巣の中で眠ってるフリーカーたちが襲ってきますので、ちょっと見てみましょう。あ、来た来た、やべえ、ちょっと待って、待って待って。思った以上に結構来た。あ、すげえいる。ちょっと待って。あ、すげえって言っても、まあ、これ3、4体ぐらいだったら別に。なんてこと。な、やめてやめて。あ、待って。結構いる、結構いる。結構いる、結構いる。ちょっと待って待って。どうやって回復するんだっけ、このゲーム。ちょっと待って。ちょっと待ってね。じゃあ、これを使いましょうか。ドーン。で、さらにこうしっかりエイムできるようにね、レベル上げて、スキルとか手に入れていけば、この時間が今みたいに時間を長短くする。これ喋れなかった。あの、時間をスローにする、なんだろう、バレットタイム的なものを長くすることもできる。さあ出てこい。ちょっとまだ今リロード中だよ。これはやばいんじゃねえか。これはやばいんじゃねえか。これはやばいんじゃねえか。あ、でも、ここのキャンプの巣は一掃することができましたと。よくできました。圧倒的ここ有利。一応その大量のゾンビとの戦う一瞬一面のワンシーンを過去の僕のゲーム実況の方から切り取って、ちょっと画質悪くなると思うんだけど、こんな感じになっております。しかしだけ、あ、ちょっと、え、なんか変なとこ入ってた。めっちゃ多いぞ。めっちゃ多いぞ。でもすっごいドラム缶いっぱいあるわ。ドラム缶でなんとかできるだろう。やばそうだな、やばそうだな。やばそうだな。次これ。うう。こいつ最後。ドン。よっしゃー。よし。今ので最後だな。うわー。腐ってね。まあ、そんな感じでね、なんかじっくり遊ぶにはすごくいいと思いますよ。デイズゴン。さあ、ということで、PS プラス4月のフリープレイ、現段階で今遊べるものをですね、ちょっとザザッと遊んで紹介してみました。特にデイズゴーンは遊んで損なしかなと思います。非常にね、クオリティの高いゲームとなっております。重厚なストーリーと、大量のゾンビの迫力とで、ね、もう心掴まれることを必死だと思います。
一応ね、過去にね、デイズボーンの感想動画とかもね、作ってたりするんですね。まあ、興味ある方は、あれ、ネタバレあったっけな、あの動画。まあ、ネタバレとかあまりね、気にしない方は、そういうのをどんどん見てみて、興味持っていただいてもいいかな、なんて思います。豪華なゲームをお得に遊んじゃおうぜ。いや、でも、PS5 持ってる人は、デイズボーンね、ついてきてるから、うんって感じなのかな。いや、でも、エイムラゴーゴーじゃねえや、あれか。オードワールド、なんだっけ、ソウルストールか。とかもう来るから、まあ、PS5 の人はそっちは遊べばいいのか、まあ、なんてちょっと思いつつもなんですけれども、今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。またぜひ次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。